アメリカアップル社が提供しているユーザーが一部の製品に好きな文字を入れられる刻印サービスにおいて最近特定のワードを検閲していると指摘する新たな報告書が発表されました。カナダのトロント大学にあるネットセキュリティ研究機関シチズンラボは8月18日アップルが刻印サービスにおいて中共の交換や反体制派の名前などのワードを検閲していると明らかにしました。 検閲は中国本土だけではなく、台湾や香港にも及んでいます。例えば、報道の自由や人権などの言葉が検閲対象となっており、入力すると、国印メッセージを再度入力してくださいとのエラーメッセージが表示されます。シチズンダボの調査によると、中国では少なくとも1000以上のワードが検閲されており、香港では500以上、台湾では400近くのワードが検閲されています。 また台湾では中国共産党により迫害を受けているファールンゴンも検閲対象となっています。これに対してアップル社は、このフィルタリングシステムは現地の法律や慣習を尊重していると表明しています。シチズンラボの研究者ジェフリー・ノッケル氏は、アメリカメディアプロトコルに対し、アップル社が香港と台湾で検閲を行う理由は2つあり、1つは中共への忖度。 もう一つは単なる不注意かもしれないと語りました。アップル社は当社の価値観に適合しながら国員サービスを提供しているとしています。しかし、シチズンラボはアップルは自社の検閲について説明する義務を持つべきだと指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。